皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は、文字式で数量を表す方法と式の値についてお話しします。文字を使っていろんな数量を表すことができます。ここでは例を3つ挙げておきます。括弧1番、分速 60m で x 分歩いた道のりと、道のりを求める式、小学校の時に勉強しました。速さ×時間でしたね。ここでは速さは分速 60m、 時間が x 分なので 60×x で求めます。もちろん中学校の文字式では×ね、この記号は省くので 60x こうなります。ですから答えは 60x、 これ道のりなので単位が必要ですね。単位が必要な時には必ず単位を書いてください。 60xm というのが答えです。括弧2番です。底辺が a センチ、 高さが h センチメートルの三角形の面積。三角形の面積は底辺×高さ割る2、底辺×高さ割る2ですね。底辺が a センチですから、これに高さの h をかけて2で割ります。 a×h 割る2、こういう式になりますね。もちろん×と割るのこの記号は省きますから、まず前の部分が ah、 そして割る2になります。この割るを省くと分数の形になって2分の ah、 こうなるので答えは2分の ah 対必要ですよね。平方センチメートルとこうなります。これ2分の ah、 これを2分の1ah、 ね、このようにも表せます。もちろんこの時も単位はつけましょう。平方センチメートルとこのようになります。括弧3番です。半径が r センチメートルの円の面積。円の面積は半径×半径×3.14 でした。でも中学校になるとね、この 3.14 という数字は使わないんですよね。この 3.14、 これを記号のこんな記号が出てます。これ i って呼びます。ですから半径×半径×3.14、これが半径×半径×π、 こうなるんですね。半径 r センチメートルですから r×r×π、 このようになります。 π は数字の 3.14 の代わりなので文字の前に来ます。ですから π が前に来て r は2回かけてあるので r は2乗、 πr2 乗、こうなりますね。答えは単位をつけて πr2 乗、平方センチメートルとこうなるわけです、ね、3.14 の代わりに π を使う、この部分しっかりここで覚えておきましょう。では次は式の値に行きます。では式の値って何なのかってところからお話を始めます。文字式の文字、この部分を数字、数に置き換えること、これを文字に数を代入すると、このように言います。そして代入して計算した結果、つまり計算の答え、これが式の値っていうんです。で、文字の部分を数に置き換えて計算する、その答えが式の値、そうなんですね。で、実際に3つの問題を式の値に求めてみます。括弧 1x=3 の時 4x プラス7の式の値を求めると、 4x プラス7ですよね。この 4x の4と x の間にはかける、この記号が省略されているので、計算するときには代入するときね、これかけるが出てくるんです。 4x3 ですからかける3とこうなります。で、足す7、12足す7ですから答え19となるので、この式の値は19、こうなります。括弧2番、 x=-2 y=4 の時 x2 乗引く 5y の式の値を求めると、こうなっています。
x2 乗マイナス 5y とこうなりますね。 x はマイナス2ですから、マイナス2を2乗するので、括弧してマイナス2、この2乗となります。引く5かける4ですね。4引く20となって、答えはマイナス16と、括弧2番の式の値、これはマイナス16になります。括弧3番です。 a イコールマイナス4、 b イコール6の時、マイナス a プラス y の式の値を求める。マイナス a プラス b の式の値を求める。この時 a がマイナス4ですから、マイナス4にマイナスがつくという形になるので、マイナスをつけたら a のところにマイナス4、ね、括弧に入れて書きます。で b は6なんで、足す6、マイナスマイナスとなるので、これプラスになりますよね。つまりこれは4足す6となるので、答えは10。これが括弧3番の式の値、こうなるんですね。式の値、文字の部分に数字を代入して計算した答え、ね、気をつけるのはマイナスの数字の時、ね、マイナス、これが a がマイナス4でマイナスのマイナス4でプラス4になると、こういう部分、ね、符号の部分は気をつけてください。今回は文字式で数量を表す式を作る方法、それから式の値の求め方、この2つについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。